伊藤おかしい清少納言です。今日は非常に個人的な話をしたいと思います。私はとある方々からとてもお世話になっているんですよ。で、私はこのチャンネル始めたのここ最近なんですけれども、以前に違うチャンネルやっていたんですね。で、まあ、全くジャンルとか雰囲気とかも全く雰囲気違う感じなんですよ。どうしてそのチャンネルをちょっとストップみたいなして今こっちにいるかっていう、この理由の一つにですね、以前のチャンネルでは私のことを、まあ、自分が悪かったんですけれども、応援してくれる人っていうのがいないどころか、足を引っ張ってきたり批判してきたり、しかも同業者ですよ、同業者がものすっごい個人ラインとかで散々なことをしてきたんですね。私が悪かったんですけど。で、つまりどうなったかっていうと、本当はやりたいけれどもできないっていうような状況になったんですよ。やっぱ人間なのでメンタルがあるじゃないですか。で、私はちょっとやりたいけどできないって状況だで、でもそれでいろいろあって、じゃあもう一回 YouTube 好きだし新しくチャンネル作り直そうって思いました。で、私はその後に何が起きたかっていうと、応援してくれる人ができました。それもいっぱいで、私はこの時すっごく嬉しかったんですよ。諦めなければいつかどこかのタイミングで背中を押してくれる人が現れるんだなっていう風に、そういう風に分かった瞬間でした。でもですね、こっからがとても大事な話なんですけれども、一応人間が継続っていうか、その継続の習慣が当たり前になるためには42日間動画を、動画じゃなくていいんですけど、42日間毎日毎日ずっとやり続けないといけなくって、42日間達成したらその人は本当にずっと全く苦なく、辛いなとか思う感情が非常に少なく、そのことを継続できるみたいなんですよ。私はこのチャンネルで動画を投稿していきたいので、まずは42日間必ず投稿していきたいっていうふうに思いました。で、応援してくれる人とか背中を押してくれる人が背中を押してくれる人が出たからには、じゃあこの人たちにどういうふうにしたら恩返しができるんだろうっていうふうに思ったんですよ。私が出した答えを言いますね。それはちゃんと継続をすることなんですよ。途中でめんどくさいやとかっていうふうに逃げたりしないで、眠くてもちょっと疲れてても頑張って、42日間は習慣を作るための習慣を作る、つまり継続をすることが一番の、最も重要な恩に報いる、そういう方法なんじゃないかなっていうふうに思ったんですよ。伊藤おかしいですので、私はこれからも動画を投稿していきますので、チャンネル登録最後よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。あなたも自分が続けていきたいと思うことがありましたら、まずは42日間やってみると、その後43日目以降は辛いなとかっていう感情があんまりなく、その習慣を継続していくことができるそうです。あなたにもあなたのやりたいことを応援してくれてる人はきっといると思います。その人たちに報いる最大の、その人たちのために自分ができる最大のこと、恩を返す方法っていうのは、自分がやるべきことを継続していくっていうことじゃないでしょうか。継続は力なり。伊藤おかしい。